久しぶりの日本国内旅行は成田から大分にピーチで往復します。今回のフライトの料金が往路が約7,000円、復路が約5,000円で12,000円ぐらいですね。プラス支払い手数料で、1,200円、300円ぐらいかかってます。13,000円ぐらいですね。1人往復そのくらいかかりました。それで今回の旅で大事なのはピーチのポイントを使い切ったということです。何年か前のふるさと納税でもらったピーチポイントがあったので、ようやくそれを使い切ることができました。温泉県大分、海のすぐ近く、寿司が流れてる。宇宙の温泉県大分、空港には足湯がありまして、靴を脱いでお入りください。行けるのかな。一応更衣室って書いてるけど、どうなってた。でも別に着替えるわけでもないから。よいしょ。確かに気持ちいいぞこれは。なんとね、宇宙人がダンスした。なぜか宇宙の感じが。いいですね、ハンサンキャンド。気持ちよか。タオル持ってる。550円。オリジナルタオル。僕は自分のハンカチで足を拭き。成田から大分まで。時間は2時間ぐらいですね。ここで大分では別府では2泊3日で帰ります。空港のレストランの琉球丼です。ブリかな。空港から別府市内まではバスで1時間ぐらいで1500円ぐらいだったかな。バスを乗り継いで金沢まで来ました。地獄巡りの一つ目で、白池地獄というところですね。なんか海水魚みたいなのがいます。淡水魚かな。二つ目が鬼山地獄。なんかここはですね、とても暑いです。99度でですね、横でワニも飼ってるみたいです。ワニ一体見っけたと思ったら結構たくさんいてですね、密度高めでした。帰り道にもろみソフトというのを買いました。今回の宿は別府ホステル U&T、共用スペースが充実してます。キッチンなんかもあって、あとはテレビゲームが置いてますね。セガで、ちっちゃいセガサターンと、ちっちゃいファミコンと、ちっちゃいスーパーファミコンと、ドリンクバーがあります。和室の部屋もあるというのがポイントで、非常に快適です。
大分別府2日目はこちらの楽天地で一日遊び尽くそうと思います。レトロな遊園地という情報は持っていますが、どんなところかは入ってのお楽しみです。では行きましょう。代々のケーブルカーです。山にあるのでケーブルカーで登っていきます。遊園地っていうだけじゃなくて動物園も兼ねてるみたいです。結構いろんな動物がいまして、触れ合いコーナーなんかもあったりします。で、かき氷早食い大会がありました。惨敗です。残念。お昼は楽天地の中この別府名物地獄蒸しをいただきます。ここのせいろみたいので蒸すんですね。美人専用席で食べましょうかね。中に入ると食券があるのでこちらで買うみたいです。結構ここの地獄蒸しはお手頃の良心的な価格で1000円で食べられます。他では2000円ぐらい取ったりするとこありますからね。無料の温泉が絶景の湯ですね。ここに入ってみようかな。温泉入ってきました。横には足湯ならぬ足水がありまして、でね、なかなか絶景なんですよ。温泉はその建物の2階にあって誰もいなかったです。貸し切り状態でした。まあすごい綺麗な立派な温泉ってわけじゃなくて、この楽天地にあったレトロな感じでしたよ。全体的にレトロですね。昭和感が。ここに演芸場とかあって、温泉はトロトロな感じがしましたね。泊まってる宿が温泉とかじゃないんで、実質空港の足湯とここだけですね、温泉に入れたのは。ここはプールがあって、プールが結構人気みたいです。プール付きの入場券を買う人が多いと思います。プール付きで乗り物も乗り放題のフリーパスみたいなのが多分定番。僕は今回入場券だけ買ってます。いいですね。ここ一応遊園地です。ジェットコースターもありますよね。あっちに観覧車があるんですよ。変わった形の観覧車、2段階になってて、軸、一つ目の軸がくるくる回るんだけども、さらに2つ目の小さい軸がくるくる回る。絶景だね。なかなかの絶景ですよ。乗り物はね、1個400円が普通なのかな。大体の乗り物が1個400円で、フリーパスを買わなくても乗れます。400円払って。
で回数券みたいなのもあります。5個乗って1500円みたいな。イベントなんかもちょくちょくあるみたいですよ。どっから行こうか。下から行こうか。遊園地の湯をお湯の湯にして、あったかい水のお湯に湯にして、なんていうの、遊園地っていうダジャレで企画を多分5年ぐらい前にやったらしいんですよ。温泉湧き水プール、それのプロモーション動画だと、みんなね、温泉に入るような格好で、要するに腰にタオルを巻いたような格好で遊園地を楽しむみたいな、そういうプロモーション動画をやってて、実際1日そういうイベント企画をやったんですよ。多分1日かな、5年ぐらい前に。実際にそういう腰にタオル巻いていく人はごくごく稀で、全身水着みたいな人が多かったみたいです。で、この遊園地全体をお湯の遊園地に見立てて遊ぶっていう、そういう企画が、なんかクラウドファンディング的なやり方かな、やったみたいですよ。あとここは動物園もちょっとあってね、小さな動物園も入ってます。あとはゲームセンターみたいな、昔ながら。さっきね、かき氷早食い競争ってのはこれやって、参加すると次回使える入場券とかフリーパスもらえます。僕はとても早くは食べらんかったんで、ゆっくりかき氷を無料で一杯いただきました。いちご味のかき氷はね、参加費無料だったんで、最初早食いしてみかなと思ったけど、予想以上にダメでした。大人の部で10人ぐらい参加者いてたの、本気出しても上位に入れないなと思ったね。土地的には結構広いけど、ディズニーとかみたいなアトラクションがめちゃくちゃあるわけじゃないし、そんなに混んでないんで。でもね、多分のんびり一日遊ぶには十分ですよ。大体こんな感じです。温泉入れてよかった。入場料が1300円ぐらいかな。で、なんか割引とかクーポン探せばあるかもしれない。1000円ぐらいで入れるかもしれない。それでね、温泉とか動物園とかイベント楽しめたら十分です。あと地獄虫もね、安く食べられたし。この吊り橋が一番の絶叫スポットな気がする。ケーブルカーの上からも絶景ですね。海が綺麗に見えます。別府市内も見えます。というわけで、もう夕方まで楽しんでいて、宿に戻ることにします。宿の近くに安いうなぎ屋を見つけましたが、今日は土用の丑の日ということで激混み、結果買えずに黄昏れています。が、例にはうな丼を持っています。ガストで買いました。ということで、宿に持ち帰ってガストのうな丼食べます。3日目の朝、早起きしたので散歩します。結構商店街みたいなのがまだ残ってますね。あんまりこうチェーン店みたいなのがあるって感じじゃなくて、昔ながらの店が多いです。あっちが別府駅。おー、別府駅の前にピカピカおじさん。
子供を誘拐してます。帰りの空港のセブンイレブンで最後の名物いただきます。成田に到着です。2泊3日の大分旅行おしまいです。